大学の先生をしながら YouTube をやってます。現在1.7万人ほど収益も小遣い程度を稼いでます。えっ、ー、と、質問なんですが、1週間前に上げた動画が10万再生くらい伸びて、登録者が毎日かなり増えています。いつも通りの動画がなぜかちょっとバズり、なぜか登録者数が増えています。こういうのは YouTube 運営の C があったりするんのですか絵を描くプロセスを全公開し、65歳以上が50%の謎の YouTube チャンネルです。よろしくお願い申し上げます。えっと、あの、たまたま伸びちゃったが、故に、たまたま伸びているので、伸びている動画ということで、関連動画に出やすくなって、 関連動画に出やすくなってるからクリックする人がいてでクリックする人がいるから余計に関連動画に乗りやすくなるっていうそういう波があるんですよね要は YouTube の,の関連動画の動画どういうものを選ぶかっていうのはアルゴリズムでやってるんですけどそのうまく波に乗った方がその関連動画に乗りやすくなるんですよねで、まあ、たまたまいつもはその1万再生ぐらいのが10万再生になったりするとあこれは伸びてる動画だなって認識するんですけどただ10万再生が普通のチャンネルの場合は10万再生するような動画を出しても伸びたという認識 気ならないので、その関連動画に乗りやすくなるっていう波には乗れなかったりするんですよ。っていうのがあったりするので、単純にそのアルゴリズム上の問題で、別にあの youtube 側が何か策略があるとか。では全然ないと思います。で、あの youtube 側の策略ってたワーにあったりするんですよ。あのー、もうもう全然違うと思うんですけど、なんかたまに youtube があの釣り流行らせてえなっていうのを恣意的に考えて、釣りの動画がその急上昇に乗りやすくなったりするっていう時期があるんですよ。 なんか、ゴルフの動画がやたら急上昇に乗りやすい時期とか、んで、なんか、一定の段階まで行って、なんかそのゴルフチャンネルとか釣りチャンネルがある程度その登録者数に行くと、そのブームが終わるんですよ。っていう感じで、その急上昇に、あの、乗せようとしてるブームを運営側が、あの、何かいじってやってる時期っていうのはたまにあるんですよね。なんで、その一概にその運営が全くいじってないっていうのもどうかと思うんですけど、ただ、えっと、 あの、公式にはそういう不確定な情報を、あの、その、YouTube に関わる人は言ってはいけないというのがあるので、あの、これデマですっていうので、一応言っておきなさい。<laughs> あの、前その YouTube ってこうなんじゃねえみたいなのを言ったら、あの、そういうことは言ってはいけませんって怒られたことがあるので、あの、一応デマだということにしといてください。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。